ナショナル航空二十七便エンジン破損事故とは、九百七十三年十一月三日十六時四十分頃、アメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキの南西六十五海里、高度およそ三万九千フィートで発生した航空事故である。飛行中のナショナル航空、ダグラス DC-10 から十型機の第三エンジンファンブレードが破損、飛散し、破片が、 胴体、第一を呼び、第二エンジンナセル、右翼を直撃した。当該機は、その後アルバカーキ国際空港への緊急着陸に、成功したが、破片の一つが、客室窓に当たり、急減圧により開口部から、シートベルトをしていた、乗客一名が機外へ吸い出され、行方不明となった。同型機の DC-10 事故を起こした N67。 号機は1971年に製造され、同年11月にナショナル航空に納入され、バーバラ号と名付けられた。事故後同期は修理のウエス・スザンヌ号と改名して、再就航した。ナショナル航空が、パンアメリカン航空に合併された後の1984年に、アメリカン航空に売却され、機体記号を N145AA に変更した。 1994年以降は、ストア状態で、2002年に解体された。調査の結果、いくつかの興味ある事実が判明した。事故発生当時、自動操縦で飛行中に、クルーラは、エンジンファン速度インジケータと、自動操縦システムの関係に興味を持ち、実験を行っていた。自動スロットルを257キアスにセットし、 航空機関士が3つある N1 回転系のサーキットブレーカーをすべて引き抜いた。その状態で機長は自動スロットルの設定を5ノット下げたところをスロットルが自動で戻る方向に動いた。この動きを見て満足して自動スロットルを解除した。この時爆発音が聞こえキャビンの急減圧が起こった。破損した27便のエンジン調査の結果 当該機に使用されていた GE 製 CF6 から 6D エンジンの N1 回転数上限は定格の111%だったが第3エンジンは他のエンジンが107%にまで上昇した時にまだ N1 は100%だったにもかかわらずファンブレードの飛散が始まっていたことが判明した許容回転数以下でも特定の各加速度条件では ファンブレードの共鳴を生じ、スタンディングウェーブが発生したものと見られるが、自己報告書では、詳細な理由は不明であるとされた。ありがとうございます。